さあ、というわけでお疲れ様です。バナードです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はね、ポップマート Vlog 特番です。スペシャルエピソードですね。で、私バナードがね、数あるポップマート商品の中で一番憧れを抱いていて一番欲しかったビッグサイズフィギュアがありまして、まあもうサムネイルには出てると思うんですけど、こちらです。じゃん、こちらですね。インスティンクトイケニーズウォークですね。で、ポップマートの3ブランドですね。ポップマートと、モリーを作ってる会社ですね、ケニーズウォークとインスティンクトイ、トリプルブランドのコラボレーションによるビッグサイズインクモリーですね。モリー×インスティンクトイ、まあ、ビッグサイズめちゃくちゃ箱でかいんですけど、こちらの、まあ、新品未開封品をですね、もう公式ジャパンの公式ではもうとっくに販売終了してしまって店舗にもないんですが、定価とほぼ変わらない値段で、定価プラス2000円ぐらいですね、送料を入れてちょっと海外の代理店の方から探し出して見つけ出して購入しました。多分これ1個、この僕がいろいろ探してきた中で、正規、まあ、なんか良心的な価格で販売してたと、もう代理店はそこだけで、でフリマアプリとかになっちゃうと基本もう転売価格で販売されてたりするので、まあちょっといい買い物とか、まあいい出会いがあったんで、もう踏み切っちゃいました。で、当時ね、あのこれが販売された時に、インスティンクトイ代表の大久保先生のサイン色紙が入ったものが販売されてたんですけど、もうその時はね、ちょっとまだアートトイに2万円弱出すっていうことがちょっと踏ん切りがつかなかったんで買い逃してしまったんですが、今回はもう今しかないと思って踏ん切っちゃいました。で、ビッグサイズはね、あの過去にあのビータですね、ビータを開封したことがあったんですけども、それよりもさらに大きいサイズとなりますね。こんな感じ、 400% ぐらいかな、 500% ぐらい大きいものとなります。でも、あのおなじみエロージョンモリコスチュームのこのインクモリーのビッグサイズなんで、ちょっと並べたりしてね、ちょっと楽しもうかなと思っております。はい、ちょっとやばいっすね。で、ちょっと時系列はバラバラになっちゃうんですけど、今回はその開封で楽しんでいる様子をぜひご覧いただければと思います。もう販売終了しちゃってるんでね、あの参考になる動画っていうよりかは、もう僕がただただ、すげえすげえ言ってる内容になってると思いますので、ぜひ見てってください。いやー、ちょっとやばいですねこれは。史上最大の大物ですね。これも箱はもちろんね、ちょっと大事に、宝だ、箱も宝物なんで、あーちょっと怖いですね。ちょっともう後ろとかね、生活感丸出しで申し訳ない。もっと映える感じでやれよっていう話なんですけど、もう一刻も早くお見せしたいので、エロージョンモリーコスチューム、インクモリーですね。どういう感じでいこうか、これちょっといきますよ。これまあまあ、この蓋をちょっと先に取っちゃいますね。ああ、もうこの新品の香りがすごい。ああ、来ました。こんな感じです。ちょっと見えるかな、感じです。カードもめっちゃでかいですね。いやー、このでかさ、このクッションがね、取ったらもう出てきますよこれ。いや、あ、じゃあいきますよ、せーの、いきます。じゃーん、来ました。うわー、すごい。いやー、これすごいな、ちょっとやばいぞこれは。これからいきましょうか。じゃあ、おぉ、おーし、ちょっと、わー、来ました。でかい、でかい。やばいっすね、これ。ちょっとじゃあ、袋から出しましょう。うわー、すー、来たー、出てきました。いや、ちょっと、これは、来ましたね。いやー、ちょっとこれはマジでやばい。あー、
お出迎えですね。こう足の間にクッションが入ってますね。取ってあげましょう。いやー来ちゃったのか。私のものに来てしまったんだな、私のところへ。いやー首もちゃんと稼働しますね。いやーもうほんとあのインク盛りそのままでかくなりましたみたいな感じですね。いやーちょっとすごいこれ。これじゃちょっと待って、まだあるんで、まだありますよ。こちらですね、これがかぶり物ですね。じゃん、これもまたどでかいかぶり物が入ってます。で、これをかぶせてあげる感じですよね、これに。よいしょ、あ、いい感じにカポッとはまりますね。ちょっとずれちゃった。ほっといい具合にはまります。いやーいいね。これこの小さいブラインドトイ同様にあの腕とかね稼働して首も動きます。でこれあの結構ね YouTube でレビューされてる、海外の方で結構みんなレビューされてる方多いんですけど、これ実はあの眼球も動かせて、例えばちょっと今ちょっとこう外側向いてるんですけど、眼球もあのちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こんな感じで動かせるんですよね。ちょっと今内向きにしてみました。なのでまあちょっと寄り目みたいなのもできるんですよ。こうすると可愛いですね。ちょっと寄り目な感じで、あの本来のあのブラインドトイの方のインクモリーと似てる顔になりますね。同じような顔つきになるという感じ。これがいいかな、なんかね自分の腕を見てるような 目線でいいかもしれない。可愛すぎるだろう。ちょっとあーやばいやばい、これはマジで。あ、でもう一個、すいません、もう一個ありますよ。王冠もこれですよ。これテニーズワークといえばこの王冠ですね。このこれね、K印の王冠がめっちゃいい。 いやもうこれも各所にこうリキッドたちが散りばめられてます。いやー素敵すぎるだろこれ。この王冠も同じようにかぶせることができちゃうんですね。これっすよこれ、まあ、今回購入の決め手っていうのが割とこの王冠のビッグサイズっていうのが結構でかくて、あの正直そのインクモリーの方の普通のビッグサイズになっただけだったら、まあギリギリちょっと、まあ、我慢かなみたいな、ちょっとスルーしようかなって感じだったんですけど、王冠がねちょっといろんな海外のレビューアーさんの方見てて、これはマジでやばいなと思っちゃいました。本当に可愛いっしょこれ。というわけで、いつもの開封スペースの方で皆様にじっくりとお見せしたいと思います。さあというわけでお疲れ様です。さあこちらですね。いやーとんでもないものを手に入れてしまったな、またこちらですね、エロージョンモリーコスチューム、インクモリーのビッグサイズフィギュアですね。こちらが本来のというか、まあどっちが先か分かんないんですけど、こっちがねあのブラインドトイのポップマートブラインドボックスの方のエロジョンモリーコスチューム、インクモリースペシャルカラーですね。スペシャルカラーの方がね、あのよりそのインスティンクトイっぽいというか、このドロドロっとしたこの光沢のドロドロの感じがね、もうマジでやばいっすよね。本当にアートトイっていう感じで、いや本当ねこれを最初見た時、本当何かが変わった、スイッチが入ったようなのを覚えてます。いやマジでいいっすね。まあ本当ずっと憧れていたものが手に入ってしまったというね、もうその喜びと、まあ多分ね こまでの大物トイ、大物なアートトイに関しては今後多分ちょっともしかしたらないかもしれなくて、本当バーナード・ヴィログ最終回かっていう感じなんですけど、この買い物はかなりの。でまあ、ちょっと細かく見ていきたいと思うんですけど、どう見ていくも、もう僕の解説なしで
ひたすらこうスローモーションで見ていただいた方がいい気がするんですが、まあ、ちょっと全体ぐるっと見ていただきたいと思うんですけど、まあ、まず腕のパーツとかですね、まあ、あの可動式なので腕は好きなポーズを取らせることができます。なので両手こういう風に上げてね、わーみたいな感じで、このポージングもめっちゃ可愛いですね。こういうポージングでも飾ることができるんですね。で、各部ね、こう腕には浸食してる感じですね。リキッドが浸食してるような感じになっております。で、まあ、各両手の手先とかは、まあ、こういったカラーリングで塗装されてるような感じで、腕からこう体の首の部分から腕先足先にかけてこうドロドロとこうね、リキッドに浸食されてるような感じですね。いやーすごいね。ここにもねリキッドがいるんですけど、これは瞳がすごい綺麗なパーツで形成されてて、ちょっと寄ってみますか。これもめちゃくちゃ綺麗な感じなんですよね。もう本当に細かいところがすごい、さすがですね。ブラインドボックスのインクモリーにもここにね同じ場所に侵食されてますね。なのでまあ本当にそのまま小さくなりましたっていうのがブラインドボックスの方のインクモリーですね。まあただこのサイズ感、このサイズ感はマジでド迫力なんで、まあすごいですね。ここら辺とかもうこの辺のドロッドロ具合がもうたまらなく美しくて、本当にもう素晴らしいとしか言えない、本当美しいっていう一言なんですけど、まあ、足とかもね、足はもうさらにこうドロドロ感がすごい感じになってますね。たまらないですね。この色とかもねすごいですね。カラフルなんですけど、どこかこうちょっと落ち着いた感じもしてて絶妙なんですよね。本当に色の出し方というか、色の感じが本当にあの絶妙な感じが最高ですね。まあ、ちょっと何の素材か気になるところですよね。自分の顔を近づけると自分の顔が映るんで反射するタイプの素材だと思うんですけど、めっちゃ綺麗ですね、目がね。で、まあ、口元とかもそうですけど、まあ、やっぱりこっちですよね。こっち、この辺ですよね。やっぱすごいな、迫力が。かぶり物はもう一つありまして、こちらですね、軽印の王冠が入ってます。こちらですね。で、この王冠のデザイン、本当なんだろう、本体と同じぐらい僕この王冠がめっちゃ好きなんですけど、このね、侵食されたトレードマークリキッドたちとインスティンクというのロゴが入っております。この子も可愛いですね。上から見るとこういう感じでくっついてる感じがめっちゃイケてますね。かいやー、どうしよう、飾るとしたら王冠をちょっと横に添えていくか。でもやっぱ王冠、よいしょ、王冠かぶらしたいですね。王冠かぶらせるとこんな感じでギリギリ画角に入るかな。これすごいな、本当にちょっと怖くて今あんまり動かせないんですけど、倒れちゃいそうで。いやー、どうやって置いておくかですよね。まあ、先ほどもちょっとご紹介したんです、こちらのフィギュアは瞳の位置もね自由に動かせるんで、ちょっとこうあ、でもちょっと怖いかも、これだとちょっと怖いかな。こっち向き、左を向いてるような目にもできるっていうね、こんな感じかな。これだとちょっとでもちょっと怖いっすね。このね、まつげの感じとかもちょっと怖いかもしんないけど、あー、いいね。まあでもやっぱ寄り目が一番可愛いかな。寄り目でちょっと下向きが一番可愛いかな。うん、やっぱ寄り目が寄り目下向きが一番可愛いっすね。で、顔の素材は本体の素材と違って本当に肌のサラサラないい質感ですね。なんと表したらいいか分かんないですけど、まあ、本当自分好みのポージングに決めてあげて、まあ、僕だったらやっぱり王冠ですかね。よいしょ、
王冠をかぶせた状態が一番好きと派手だけど。なのでまあこの子ちょっと横にこうね置いておいてあげるとか、あとミニインクモリーもこっちに置いてあげるとかで、いやいいっすね。こっちちょっと王冠こっちかな、まあ、こんな感じでいいこんな感じでいいんじゃないですかね。ちょっと、まあ、飾り方はそのちょっと考えていかなきゃな。撮影しながらずっとこう光を当ててたんでめちゃくちゃ光ってますね。さあというわけで今回はまさかの大散財、インスティンクトイポップマートケニーズウォークのトリプルコラボレーションエロージョンモリーコスチュームインクモリービッグサイズフィギュアのレビューでございました。ご紹介ですね、まあ、ただただ僕がすげーって言ってるだけの動画でございました。すいません本当に。いやでも本当にもうこれはマジで一生の宝物なので、ここまでの大物をレビューするっていうのがちょっと本当今後あるかどうかっていうところなので、大切にしたいと思います。もうたまにこれもたまにちょくちょくドヤ顔で動画の冒頭とかに今日のインクモリっていう感じで映すかもしれないんで、まあちょっとそういったことにもお付き合いいただければ、もうそれぐらいマジで本当に気に入っているフィギュアなので、今後ともバーナード Vlog をよろしくお願いいたします。当チャンネルバーナード Vlog ではこういったポップカルチャーを中心に、いろんなカルチャーに探求していってね、可愛いものを探したりしていくライフスタイル Vlog でございます。でもしねこの動画の感じが気に入っていただけたら、また遊びに来ていただけると嬉しいです。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、動画の評価だけ最後にポチッとどちらかお願いいたします。はい、というわけで今回もポップマートアンボクシング Vlog というか、まあレビュー Vlog ですね、ポップマートビッグサイズフィギュアのご紹介でした。バーナードでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。